い、どうも、チャムライターのジュです。今回の〇〇を打ってみたは、ニューギンさんの最新機種になるんですけども、まあニューギンさんといえばっていうぐらいの、まあ、代名詞的機種であるあの花のケージがなんと発動になったということで、今回〇〇を打ってみたこちらですね、戦国パチスロ花のケージ天に愛されし男です。はい、というわけでね、あの花のケージがついにパチスロになったということで、これですね、史上最大の初陣、はい、気合い入ってる感じでございますが、今回はこちらの花のパチスロ花のケージの方を、まあ、打ってみた、たっぷりと皆さんに紹介していきたいなと思います。ではまず打ち方の説明からやっていきたいと思います。まず左リール、上段枠上ですねにこのバーズ柄、これを狙っていきます。まあこの枠内に、バーの下にあるチェリーがフォローできるような形で狙っていくといいですね。はい、来ましたね。このようにチェリーが角チェリーが出たときは、まあ、中リールは振り打ちで大丈夫です。で右リールに2連のバーズ柄、これですね、この松風を狙って、この場合は弱チェリーで、もう一段階上に上がって松風が、2連のバーズ柄が止まった場合、枠内に止まった場合は強チェリーとなります。はい、道を開けろ。で左リールこのようにスイカが滑ってきた場合は、スイカが成立している可能性があるので残りリールにもスイカを狙います。まあ、中リールは、バーの下にスイカがあるのでそれを目安に狙って、右リールはもう振り打ちで大丈夫です。でこのように、右肩下がり斜めに揃った場合は弱スイカで、上段に、一直線に横一直線に揃った場合は強スイカとなります。弱スイカですね。おっ、何があるんだ。はい、出ました。もうおなじみですね、パチンコでもおなじみの金、これ金のセリフのワークですね。まあ、セリフには青とか赤とかチャンスアップの赤とかがあるんですけども、もちろん金が出れば大チャンスと言ったわけなので、出た出た。このようにチェリーは中段に止まる場合もあります。中段に止まった段階でもう大チャンスなんですけども、ここで、残りリールにもうスイカを狙ってみてください。はい、で今回は、スイカが揃いませんでしたね。スイカが揃わなかった場合は、普通の中段チェリーと、でもしここでスイカが揃った場合は、極めチェリーっていうさらに上のチェリーになります。もちろん揃った方が熱いですね。おっちょ、もうデカプッシュはおなじみですね。もう大チャンス。何果てはなし。明日こそは援軍が来てくれよう。はい、今リールがフラッシュしましたね。このように左リール下段にバーが止まったとしても、この右肩上がりにボーナス図柄、もしくはあのシンボルっていうあのまあセンスみたいな図柄ですね、この右肩上がりに揃った場合はチャンス目となります。でチャンス目の場合は今みたいにリールがフラッシュしてくれるので、まあ分かりやすい形になってますね。はい、ちょうど出たな。で、チャンス目はこのようにスイカ外れの場合でもチャンス目となります。まあどっちの場合でも今みたいにね、リールがフラッシュしてくれるんで、あ、フラッシュしたらあチャンス目だねっていう。通常時には、いくつかのステージがあります。まあ、通常時の、ステージに加えて、なぎりモード
という特殊ゾーンですねに加えて、はい、パチンコの花のケージでもおなじみのこの歌舞伎ゾーン、さらに、この歌舞伎ゾーンより上の極め歌舞伎ゾーンというのがあります。でこの歌舞伎ゾーンと極め歌舞伎ゾーンの場合は ART の前兆の可能性があります。もちろん歌舞伎、あ、来たこれですね、極め歌舞伎ゾーン、歌舞伎ゾーンよりこの極め歌舞伎ゾーンの方がより ART の期待度が高まると、もうパチンコでももうおっと潜ってんじゃねみたいなあの興奮の瞬間ですね、あれが今まさにこのパチスロでも再現されていると。はい、で今、真田の、ね、演出が終わった後にマックスベットでここ、液晶の右側にあるこの歌舞伎御免っていうこの4つのランプがあるんですけど、その一番下の面がランプがついたと思うんですけども、これで、連続演出に今入っています。ここで、はい、行きましたね。ここで次は5面の5の字までつきましたね。このようにランプが次々点灯していって演出が続くほど、さらに演出の成功率の期待度が上がっていきますと。大事なものだろう、これだけは受け取れんよ。今度は発展しちゃいましたね。第3話最後のアダバナの巻、発展しちゃいましたが、これはストーリー系の演出ですね、もうこれはもうパチンコでおなじみの演出なので、白鷺の舞風魔の術を阻止せん、打たれてる方にはお分かりの通り風魔小太郎の演出ですね。宝禄玉を、この宝禄玉の線を切れれば、あ、来た。私の最後を飾るには過ぎた舞台であった。いやーん、はい、ということで極め歌舞伎ゾーンを経由して修羅の時に突入しました。はい、で修羅の時、 ART 修羅の時、まあ、こちらがまあ ART 機としてこの出玉増加のメインの、まあ、鍵を握るものになっているんですけれども、まあ、突入時はまずこのように準備中に入ります。まあ、準備中の間はまあ普通に、通常と同じように消化していれば OK です。で押し順波が発生した時は押し順波に従って振り打ちと。はい、で今レア役を引いたんですけども、はい、乗りませんでしたね。準備中でもこのようにレア役などを引いた時にゲーム数の上乗せの抽選をしっかり行ってくれてます。なので引き損がないという嬉しいシステムになってるんですね。で出ました、この画面ですね。この右を狙えというこの画面が出た時に ART 開始の合図となります。でこの時にまず右リールを最初に止めるんですが、狙う図柄として、2連バー松風の図柄をまず狙いましょう。こうですね、これを狙うことによってこの時にシングルボーナスが成立してるんですけども、それを入賞させてしまうとあのパンクの可能性があります。なので、この松風の図柄を狙ってまずはパンクスルーを回避と、そして残りリールにもこの時バー図柄を狙うようにしましょう。すると、このように右肩下がりにバーズ柄が揃います。はい、まあ、これで ART に突入、 ART 修羅の時が開始されるんですが、今、揃えた後にケージが喋りましたね。この喋ったセリフで、実は継続率の示唆を示唆しているということなので、まあ、長いセリフだったりするとひょっとすると高継続率の可能性があるんじゃないかなと。そしてこの修羅の時、なんですけど ART 修羅の時なんですけども、まあ、今言った通り継続率というものがありまして、
継続率は 50% からマックス 85% という高継続率を誇るんですね。そして1ゲームあたりの純増は約 1.7 枚で、基本のゲーム数は40ゲームなんですけども、レア役もしくはボーナスなどで、ゲーム数の上乗せができますよと。ゲーム数の上乗せは10ゲームから最大300ゲームあるんですが、来た、ART 中にこのようにカットイン7を狙えというカットインが出たときは王か乱舞というものすごいものに入る大チャンスです。とりあえず逆押しで赤7を狙ってみましょう。この押し順通りですね。赤7は下段に揃います。あー揃わなかった。さあここで本気の面白いポイントがあります。今このように、王か乱舞に入るチャンスが失敗してしまったんですけども、失敗してしまったんですけど、ここでですね、次ゲームのレバーオンでブレイクオーチャンスというものが発生する可能性があります。発生するかな、捨てた、これですね、これがブレイクオーチャンスです。これが発生するとスロットに身分の上限なし、パチンコの花のケースの演出が発生します。でリールも連動して7が今テンパイしましたね。ここでキセル予告が発生する場合もあるんですけど、今回はないか、なかったんですけども、ここで図柄が揃うと、なんとここでもリールでも図柄が揃った。はい、揃いましたね。うまいこと言っちゃった。はい、このように、失敗した後でも次ブレイクオーチャンスで次ゲームで成功して入る可能性があります。で今叩かなかったんですけど、オーカーランブに入るとこのようにレバーオンで最大3回白7が揃う可能性があります。で揃う1回揃うごとにゲーム数を10ゲームもしくは10ゲームから最大100ゲーム上乗せする可能性があるんですけども、この間はなんとキセル予告のあ、来た来た、はい、このオーカランブ中はキセル予告の発生頻度がこれですね、かなりの高確率で出ます。でこれが出るとこの7揃いが1ゲームで最大3回までなんと揃ってくれると。そしてこのオーカランブなんと継続率は 80% です。 80% でこのオーカランブは毎ゲーム継続していきます。で1回で7揃いは3回最大3回ですね。はい、今1回だけでしたね。このオーカランブチはあのなかなか見れないこのキセル予告見放題みたいな、あーあーあーもうどこまで行く？ボーナス確定。あ、終わっちゃいましたね。はい、このように、王か乱舞は7揃い、そして、キセル予告が乱れ舞うといったやつなんですけれども、上乗せ期待ゲーム数は、まあ、150ゲーム以上、まあ、今回260ゲーム乗りましたが、150ゲーム以上で、これ王か乱舞に突入した時の獲得期待枚数は1300枚以上とかなり期待できますね。でさらに美味しいところがもう一つ、この上乗せが終わってしまった後に、まあ、このようにビッグボーナスが確定するといったところがあるんですね。